天王寺動物園に4月27日新施設フレンドシップガーデンがオープンします25日に内覧会が行われましたこの施設は現在のふれあい広場を移転リニューアルしたもので施設名称は動物に触るイメージを抱くふれあいという言葉を使用せず来園者が動物を敬い思いやる心を育むことを目指して名付けました羊耳長ヤギヤギ 動物の福祉っていうことの意味をね考えていただけるような施設になればいいなと思ってます以上天王寺動物園から安倍の経済新聞がお伝えしました。